じゃあ実際会社が回り始めて澤、うん、田会長社長からまず最初に3つのお願いがその社員さんにもたらされたと、うん、お願いされたと。うん、やっぱり18年間ずっと赤字で、うん、えと客さんもずっと減ってきましたので、えーまあ、まあ少し自信がスタッフにはなかったですしでやっぱり負け癖戦いで言ったら赤字の癖がついてますので。でえー とまあ、僕としては一度全員集めて、はい、やっぱり、えー、きちっとお話をしたいなと思って、まあ、全員集めて話しましたので、まあ、難しいこと言っても、はい、多分ご理解いただけないから戦術、はい、戦略の話しても、はい、あのご理解いただけないから、まあ、まず簡単なこと、はい、で僕はたくさんの会社を見てきましたし自分でも経営してきましたからでそこで共通点が一つあって。はい やっぱりあのその工場でもレストランでもそうですけどやっぱりきれいな店舗で表向きはきれいというよりもやっぱりバックヤードもきちっときれいと掃除がきちっとされてるそういう店舗はまあほとんどやっぱりえいいんですね成績はまあ全部とは言いませんけどもだからあの一流の工場行ったらやっぱりきれいですよね。 特に来た時はやっぱりバックヤード汚かったですからこの部屋ももっと汚かったですけど、はい、まあとりあえずあのキれイにしようとそのためには我々も努力しますと。はい 改装したり改善したり皆さんも掃除をやってくださいと掃除だからわずか1日15分でいいともしくは店の周りだけでもいいからちょっと掃除してくださいとこれだったら皆さんできますでしょうそれでもなかなかねあれはあるんですけどばらつきはあるんですけどそこからまず1つ目お願いしたい まあ15分でも30分でもいいですから朝の時間ですねみんなでちょっと掃除しましょうとで我々も改装していくし改善していくし、はいえー、錆びてたらペンキも塗っていきますからということをやって、まあまあまあ、まだまだですけどね、はい、まあ徐々ににきなってきてますね、はい、だからまずこれが一つ目です、まあ、そんな難しい擁護者はただ掃除しましょうという要望だけですからねそれは僕は長年いろんな会社を見てきた、まあ、うん結果ですからね、はい 2つ目は、えー、と経費をとりあえず2割下げたい二、はい、割下げましょうと、うん、で今赤字だと経費を下げない限りは利益は出ないので,で、まあ、皆さん2割,で2割と言われても、まあ、皆さん頭を使って改善改革はしていただきたいんだけど、まあまあ、そう言ってもあのなかなか分からないのでとりあえず、えーえー、2割早く仕事してくれと。 今までゆっくり歩いてたやつはもう気持ち早く歩いてくれと、はい、2>, で2割2割早く仕事ができるということは,は10時間やる仕事が8時間でできるということは2割のうコストダウンですよね、はい、昔幹部ここまで来るのにやっぱり30分ぐらい遠いところだったら園内、はい、広いですからね。 分かかるわけですよだ,、うん、だからなるべく幹部はもう自転車で早く移動しようとかね<ー>我々も努力しますで皆さんも皆さん全部自転車とは行きませんけど、はいまあ、とりあえずちょっと早めに仕事をするは少し早くあの作業していただく、はい、早く片付ける<ー>早く出す、まあ、そういうことをやっていただいたらこれで、まあ、2割とは言わなくても1割ぐらい削減できますから、はい、ぜひお願いしたいと。社長ご自身も自転車移動ですか 僕はそう最初自転車でバッとこの頃もっと進化して電気自動車ですからもっと速いんですけどねあのちっちゃなちっちゃなもう自転車みたいな軽自動車なんですねかわいいまあということでまあとりあえず率先炊飯ですからまあとりあえずスピードアップしようとはいで我々も効率化を図りますと合理化しますとということで駐車場を自動化したり、えー ディズニーランドの1.6倍の広さはいらないので3分の1か4分の1をフリーゾーンにして経費を下げるとかまあいろんな LED にして節電していくとかまあいろんな努力を我々はするわけですね。はねそれでとりあえず経費2割落としましょうとでこのお手伝いをぜひよろしくというこの2つ目ですね。3つ目はえと売上を2割増やしましょうと。 で2割2割4割利益が増えれば大概の会社は苦しになると、うんえー、国でも今90兆か100兆20兆経費下げて20兆、ねあのー増えー、税収が増えれば、はい、それはまあ雇用で増えるのか企業が発展して増えるのか消費税で増えるのかちょっと置いといて2割増やすはトントンになりますからね。らどんな会社でも4割、あのー、増収もしくは増益すれば。 経費を下げるよも何でもいいんですけどね。大概の会社は利益なので、これをやれば、このハウステンボスは間違いなしに黒字になりますと。で、ね何のために黒字にしますかと。まあ、それはもちろんお客さん喜んでいただくスタッフが良くなると。ね、黒字にしてみんなでボーナスを取りましょうと。で、過去10年間、ボーナスは1回も出なかったわけですから、まあ、少しでもいいから、黒字にしてみんなで。 環境をを良くくしししていくボーナスを出しましょうとこの3つでいいから難しいこと言いませんからこの3つをねみんなでやりましょうと言ってまあもちろんそのスムーズにはいきませんけど、まあ、それが徐々にこう成果が出て、えー、もう最初の6ヶ月ぐらいで黒字になりましたですね。 掃除掃除き,きれいな会社は発展しやすいですね、しやすいそして20%のコスト削減、無駄なコストをなくすということは効率化というか、生産性を上げるということですね、そして売上を20%今度増,収増収すると。そう売上を20%上げる、まあ、これは口で言うのは簡単で、なかなか難しいんですね、だ経費を下げると、売上も下がっちゃうんですよね、はいはい、で人を減らすから売上も減っちゃう、はい、これじゃだめなんですよ、うん、経費を下げながら売上を上げていくという。うん、これ両面 作戦やろうなんですねな,なんでこれを2割上げる作戦を我々はやっていくわけですね。具体的にその増収策を教えていただいてよろしいですかまあ増収策はお客さんにまず来ていただくことが大切ですから、はい、でお客さんが来ていただけるようなイベントを考えようということで、まあ、以前しまってた、はい そのミュージアムスタットというのはもうみんな閉めて,てもう暗くて寂しかったのでなんかお化けが出そうだからここはあのスリラースリラー何もやらなくてもスリラーかみたいなスリラーファンタジーミュージアムにしようというで五月らく元気にににやかなったので,ねでスリラーファンタジーミュージアムを作ったりで5月はここはあのバラが素晴らしいバラが咲きますのでこれよし100万本のバラをやろうと。 これも世界の3分の指に入るバラですから、本当お客さん見たら感動していただくんですね。やっぱり感動するものをやるか、喜んでいただけるやつをやるか、驚くやつをやろうということで、で0万本のバラをやったら、やっぱり中年年配の方がたくさん。 来ていただくとか、はい、夏とかこういう春はですねチューリップがあったり、はい、花が咲くんですけど、はい、冬は花咲かないので、うん、ガクッとお草が落ちるんですね<ー>だったら光の花を探そうということで、はい、えっと720万本今800万本のイルミネーションをですね、うん、これは全国一ですから、うん、日本一多分東洋一ですね東洋一の、ね、光の王国イルミネーションやろうということで,でそれがまた評価されてでまあ、そういうことでまあとりあえずいろんな こうこうイベントをそれも感動もしくは喜んでいただく楽しんでいただくイベントこう徐々にまあまだまだもう点数的にはまだまだなんですけどそういうの増や徐々に徐々に増やしていきましたですねでその都度お客さんが徐々にこう増えてきてはいまあそれが収益に変わっていくんじゃないですかね昔はゴールデンウイークだけしか利益が利益がゴールデンウイークだけだったらトントンかがいたけどゴールデンウイークが終わって一週間後にバラのそういう 100万本のバラのイベントがあるわけですから、はい、そこでまた、えー、と学生さんとか子どもは来ませんけど年配の方がいっぱい来ていただけますで、ここの集客はほぼ利益に変わっていくんですね、はい、人件費は1か月同じですから経費も1か月同じですからこの増えた分だけが利益に変わると。はい そこは利益になってそれが増収で30%増収で経費1割でもいいんですよ逆でもいいんですよね経費3割で売上十10%でもいいんですけどねそういうことでだい四十40%やればここは黒字になるということは我々分かってましたからどんな企業でも40%やればまず黒字にはなると思いますねはい。 HIS さんから始まりその航空に行ったりホテルに行ったりそのいろんなあの証券会社やったりってされてる中でテーマパークというご経験はここが初めてですよね。そう初めてですよね。はい、その初めてのことに挑む時の何かその心構えであるとか、えー、社長のお考えというのはどういうものでしょうあの初めてのことはあんまりやらない方がいいですね。 まあまあ旅行やったら旅行だけやっていくほうがあのどん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 知識も増えてきますし経験値も高まってきますから成功の確率は高いですから僕はあれもこれもやらない方がいいと普通ベンチャー企業はあれもこれもやると体がおかしくなりますからだから僕は今やってるのがハウステンボスだけでやっぱり自分の経験値の高いことをやるのがいいと思いますだからハウステンボスのテーマパークやるというのは初めてですから非常に危険なはっきり危険な挑戦ですよね。 だただ危険な挑戦なのでわざわざ僕はここへ来て、はい、やっぱり現場を回って、えー、こう隅々まで勉強するわけですね。月の半半分分ぐららいいはこら半分、ね、こ,こにっしゃでもうもう旅行業は、ね、30年間やってましたから、はい、別に現場に降りなくても大体全部わかるんですよね自分がやってきましたから、はい、もうプロですからね。はい、だらここは半分アマチュアで、はい 半分プロを目指してるわけですけどそのためにやっぱり現場を見なくちゃいけない現場にお客様と接しなくちゃいけない現場の状況を知らなくちゃいけないということでやっぱ現場にすごく入りますね。これは僕はプロだったらもう多分例えば僕がテーマパークのプロだったら多分現場に入らなくてやれると思いますけど残念ながら半分は初めてですからだからそこはやっぱり大変は大変ですね。 現場というとバラ1本掃除1つそこまで全部入っていかれるわけですもちろんそうですでここは掃除できてないとかここはここにあったかもっと奥さんが喜んでいただけるんじゃないかとかあこういうふうにしな感動しないんじゃないかとだから今でももうどんどん改良してますねだ今でもまだ点数的に言えばちょっと厳しか分かりませんけど点ぐらいこれは70点ぐらいになればここは100億以上利益出ると思いますよ。 はい、現時点でどれくらいの年間の現時点で今期は30億ちょっとじゃないですかね経常利益が去年は19か20ぐらいだったと思います1年目はい。1年目、うん、1> 半期決算だった半期で6億で翌年の決算が19億ちょっとで今年は三十数億じゃないですかね、はい、将来はだからきちっとしたそのお客さんに本当に喜んでいただく、うん、もしくはその 日本でやってないことをやるもしくはその世界的なことをやってですね来ていただいて満足度がどんどん上がっていけばですねあの将来は100億の利益も可能だと思いますね。はいまあ、僕はやるやらないは関係なしにですね点数が上がっていけば。はい